皆さん、おはようございます。河合圭介です。本日2024年、7月の20日、朝の、まあ、約9時です。昨日の報道ステーションでも以前と同じような、内容の放送がされていて、ホテルの建設に関して、まるで河合圭介が悪いかのように誘導尋問をしてきたのが、昨日の報道ステーションの、まあ、髪の毛染めてる女性陣。名前、もう忘れましたけど、あの、髪の毛染めてる、僕より年上の女性の方ですね。本当のこと言いましたとか何か言ってきたんですけども。じゃあ、僕もある程度ホテルの誘致言いましたよ。言いましたけども、その前の話とかを全て忘れてます。東京オリンピックに関する条例に関しては、僕もそれ 見たときに、自分から言ってしまったんですよ。撮影しながらこれ記録しておかなきゃならないなと。自分もどこにミスがあったのか、失敗があったのか。で、僕も、あの、ホテルの誘致言ってしまいましたなんですけども、これね、元を正すと2006年に、東京都議会でオリンピックに関する基金の条例が出来上がってるんですよ。もう水面下でほぼオリンピックの誘致っていうのを決めてあって、大問題になった頃にはその当時決めた人たちがもうこの世にはいないか、もう引退したか、もう死んだことにして責任逃れができるっていう状況が作られてるんですよ。っていうことはそれに合わせて東京都だってホテル作ったんでしょ？ホテルマンからしたらそんなややこしいイベントいらないんですよ。ある一定の売り上げをずっとキープしていればいいわけであって、よく考えたら、テレビ局もずっと本当の放送をしていて、本当の日本の今の国境内の人口3200万人ぐらいまで減ってると。で、男性と女性の生まれてきている人の数が、1977年ぐらいと比べると、今もう半分ぐらいになってると。それ本当のことをずっと言っといてくれたらいいじゃないですか。そしたらこっちだって失敗するわけないんですから。海外からお客さん来て、ちょうどなんとかホテルが埋まるぐらいでしょう。だからね、それなぜそうなるかって言ったら、髪の毛染めてる人、もう自然に絶対失敗するんですよ。プロ野球選手もそう。根性悪いから。髪の毛染めるのやめることぐらい、根性なんかいらないいらない。大した根性いらないいらない。まあ、タバコをやめるときは根性いると思いますよ。僕もそれ、先輩とか友達とかに勧められて、タバコを若い頃に、吸うようになってしまって、もう確か30歳までにやめれました。そこ根性あるかどうかなんですよ。気合入ってるかどうかなんですよ。自分に甘いか甘くないかなんですよ。髪の毛染めてる時点で自分に甘いでしょ？これだけダメだって言ってるのに、海洋基本法違反だから。もう嘘で、フェイクニュースで金稼ぎできてしまっているものだと、もう開き直りすぎてるんですよ。マスコミが。テレビ局出演者が。で、自分たちがしてる行為が、過度な挑発行為だっていうことを、分かってないんですよ。これ、本当に訴訟になって、これで裁判官がね、淡井さんに慰謝料これぐらい払いなさいとか、とんでもない挑発行為ですとか、あなたたちも、淡井さんが20年間、約20年ぐらい生活保護してるんですから、あなたたちも20年間生活保護しなさいよ。これが答えにならなきゃおかしいんですよ。これ国会議員の人たちもそうです。大企業の役員さんとかも全員そうです。万博に関わった人たち。オリンピックに関わった人たち。基本給が大きければ大きいほど、手元に残るお金大きいんですよ。けどまあその回収したお金の方があそこまで基本給が高い人たちの場合は税金、生活保護って税金ですけども、まあ、年間住宅扶助と、生活するお金で、まあ、あの合計120万ぐらいはあると思います。もうよっぽどもうとんでもない家に住んでない限り、住宅補助はその家の住んでる家賃だとかに、当てられるものであって、まあここでしたらまあ大体3万円ぐらいです。3万円ちょっとだったと思います、今。
まあ、とんでもないボロボロの家に住まれてる方も見たことはあるんですよ。まあ、あんなところだったら、まあ、家賃は、まあ、自分で購入した場合とかどうなってるのかわからないですけども、家賃に関してですけども、まあ、とんでもなくそれは安いと思いますよ。もう倒壊寸前の家とか、もうびっくりしたところでは、家の横の壁が剥がれてるんですけども、洗濯物出てるんですよ。え、住んでるんですかって、冬こんな状態だったらって、暖房費めちゃくちゃかかりますよって。いやいや、夜寒すぎたら寝れないでしょって。あのね、日本中のテレビ局の今役員さんと国会議員の人たちとかに向けて言ってるんですけども、あと大企業の役員、あのね、これだけ法律面言われて、なぜ現場で髪の毛染めてる人、従業員として雇ってるんです。なぜ解雇したんです。真面目に生きていく自覚と根性ありますか。ないんだったら、今まで使ってきた政府の税金全額はあなたたちに返納してもらいますよ。公務員の人たち、ボーナス半分ぐらいカット、髪の毛染めてる人間、仕事場に働きに来と、公職延召、あれ一体何の証なんですか。服務の先生をした証ですよ。法律守りますですよ。自分たちでしっかりと解雇しないと。で、なぜ裁判所で髪の毛染めてる人間働いてるんです。白髪ですよ、僕も。ちょっとまあ角度的に、ね、今のこの角度だったら分かるでしょ。それだけご苦労されてきたんですねっていう話があるから白髪でいいんですよ。分かります、我々も苦労しましたと。これが富裕層の実態ですよ。何でもありになっちゃうんですよ。僕は自分のお金を要求してますけども、それは河川水門開式玉発電にお金使いますって公言してます。それで約束破ると思います。これだけ電波で監視されていて、殺されかかってるのに。で、ある程度自分で自由に動けるお金がなかったら撮影すらいけないんですよ。で、現場見なかったら、それなりに私も知識持ってる方ですから、これぐらい河川をこうしなきゃならない、ああしなきゃならないのところで、他の人が見てしまったら効率の悪い工事の仕方をしてしまうんですよ。埋め立て地を作って行政みたいに、国会議員の人たちみたいに、各都道県知事市長みたいに、地方議員の人たちみたいに。で、そこに万博とか開いて、さらにエネルギーの無駄遣い。そんな暇あるんだったら、パチンコ屋閉めさせていったらいい。金払わせて。そしたら消費税上がってなかった。オリンピックも閉めさせていったらいい。お前なって、もう大人やねんかわかるやろって。バレーボールとか卓球とかもプロ化されてるやろって。視聴率もそれなりにあんねんって、お金回ってんねんって、これ以上何求めとんねんと、富の分配分かってるかと、君何歳やと、30歳や、淡井圭介さん、あの人、30歳手前ぐらいで自分がずっと騙されて賃金の不払いとかされていたっていうことを分かって、自分で裁判を訴えて、形的には棄却になってますけども、ちゃんとそれは裁判官が証人になってくれていて、相手はお金を振り込むって言ってますけども、この件はどうされますかって。あ、本当にお金を振り込んでくれるんだったらもう棄却でいいですっていうことで棄却になってるだけで、ちゃんとそれも YouTube で公開してるじゃないですか。お金振り込まれてるじゃないですか。土日祝日の割増賃金ですよ。行政が土日祝日休みって認めてるのは、それ休みなんです。他の法律何か作ったとしても。で、それを休みとして認めなかった場合、その人たちは法の悪用を使ってしまってるんです。もう行きなさいよ、刑務所。往生際が悪い。役員になったら給料は減っていくっていう覚悟をなぜ持てないんです。無駄だらけですよ、この世の中。何回も私は言いましたよ。YouTube で公開してますよ。見るんやめた。裁判所でそんなことが発覚したら、
河合さんが言ってることを知ってるっていうこともね、どうせバレるんだから聞きましたって分かってます。どうなるか、それできなかったら裁判官と組んでいてね、知ってますよ、裁判官がいろんな行政関係の人間がテレビ局に働きに来てるの知ってますから、裁判官が組んで、だから去年の内容棄却されてるでしょ、裁判官に何を求めるかわからないってとぼけて書いてるじゃない、どうしなさいって書いてるか。いいんです、裁判官の方が本当は立場下だから、行政の人間になってるんだから、読んでみなさい、ホームページ淡井圭介の出来の7月20日に書かれてる内容だとか、それまで7月10日ぐらいまでの間の内容とか、全部 YouTube で言ってる内容とか全部見なさい。見なかったら忘れるから。解雇の時期が遅れれば遅れるほど髪の毛染めてる人間、テレビに出すなって言ってるんです。スポーツ選手も丸刈りにしなさいって言ってるんですよ。そこ根性なんかいらないんですよ、誰でもできることだから。半年も経てばこれぐらいの髪の毛の長さになります。どうせ野球選手の帽子かぶってるんですから、特にサッカー選手丸刈りにしてる、はっきりと あいつ構成してるんだなって、自覚持ってるんだなってみんなに認めてもらいますよ。いつまでも髪の毛丸めてない人間いらない、社会人として。足引っ張りすぎ、世の中のナチュラルに答え間違えるから、人のせいにしてきて。言ったじゃないですか、阪神淡路大震災があってホテルオークラ神戸、2003年に働きに行きました、建物に亀裂走ってますよ。いやだからもうわからない、いつどうなるかなんて。次の震度6がもし来たとしたとするのであれば、わからないんですよ。淡路島では阪神淡路大震災の後に震度6発生してるんですよ。揺れてる秒間が10秒ぐらいかそれぐらいだったから、大きな建物の解体等にはつながらなかったんですけども、普通の大地震っていうものは、まあ揺れてる震度の強弱はあるんですけども、最初ある程度揺れていて唐突に大きな揺れが何十秒間か続いて、またその後もあの揺れてる状態がある程度の揺れが続いてる状態があると、で合計すると1分超えたりするんですよ、大抵はそうなんです。そこまで揺らされたら建物なかなか強度持たないんですよ、特にあの老朽化して古くなってる建物。しかも、能登半島の撮影一点を現場を押さえてますし、僕からのホームページ、阪神淡路大震災でどのような建物が倒壊してるかとかも全部載ってるじゃないですか。見せるじゃないですか。阪神淡路大震災は、ある程度頑丈な建物とかも、高架とかも全部倒れたりしてたでしょ。全部とは言いませんけども、訂正します。ある程度倒れてたでしょ。あのね、僕を怒らせてしまったら、プロ野球選手とかでもデッドボールが発生したりだとか、一番最悪なのは競馬界のジョッキーの人たちですよ。落馬してるんですよ。中には本当に死んでる人いらっしゃいましたよ。で、武豊さんとか僕と本当に会ってちゃんと話してるんですよ。で、僕と同い年だった福永祐一騎手に関しては、多分フルーツラバーグで一緒に働いてるはずなんですよ。もうものすごい数のいろんな人間と働いて、それからさらにものすごい結果を皆さん出してるんですね。それも僕は頑張ってたりとかいう部分もあるでしょうし、お互いその切磋琢磨する部分とかもありますから、あいつがあんなに頑張ってるんだから俺たちも頑張らなきゃとか、多分グレイの皆さんとかビーズの皆さんとかだったら、あとまあ昔もう活動は途中でもうほぼ新しい曲とかも作るのをやめてしまいましたけども、ルナシーとしてのルナシーの人たちも曲作り、まあだいぶ良いもの途中ね、どういう風な歌詞がダメなのかっていうことがはっきり伝えて、その通りに作ってくれたりしてるんですよ。聞いてみたら分かりますよ。もうこんなレベルの曲にそう簡単に
上回れる曲なんか、年間ほとんどの曲ありませんよ。もう同レベルとか、まあ中には上回ってるんじゃないかって思われる作品たまに出てきます。まあそれはもうものすごい作品ですよ。もう絶対日本を代表するベスト100に入ってきます。そういう部分があるのに、なぜ淡井圭介が今まで言ってきた内容をないがしろにして、あなたたちが報道して誘導してきたんじゃないですか。海外のお客さんがどうこうって。人口を偽って。その頃僕、精神病院に何回入院させられていました。頭なんかも取られてるって言ってるじゃないですか。で、テレビ局の出ていた連中は、ヘラ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 笑いながら、高島屋なんかは、淡井圭介に競馬の勝ち負けさせてくる。あいつもともと、あのものはもともと、フジテレビで競馬中継してたんですよ。お金の周りどうなってます？本当は高島屋の親族なんでしょ？もう嘘言うなよ、本当に。あんまりにも態度悪いんだったら、本当に高島彩相手と、ゆず相手に裁判するよ。なんで隠してきたのって。隠蔽やないかと。個人情報を法律の悪用だって教えたやろ。法政大学、そこ行った人間、みんな根性悪なってるやん。法学部、裁判官見たばかりの棄却しとんよ。どこの世界にまともな人間おんねん。ホールしかないやないか。こういうふうな口調で喋っただけで対戦チームが勝つ。違うよ。悪いことしてる相手に敬語なんか使っちゃダメよ。相手が勘違いするのと、他に聞いてる人たちが勘違いするから。テレビで叱られてるところ、いろんな人に見られました。その人は不利になる。優位になるかもしれないじゃないですか。あんなに怒らなくてもって、そういうコメントいっぱいみんな見たでしょ。かばい始めるでしょ。どうせ同業者とかでしょ。ちょっと皆さん本当にこの世の中の事態分かってます？本当に。スポーツ界とかゲーム業界なんか率先して全員すぐにお金払いに来ないと。人口これだけ50年間も少子化してきて、自由は世界中にうまく拡大できたのは、誰の知名度だと思ってるんです？淡井圭介ですよ。会社が築いてきた信用度はもちろんあると思いますよ。けど、それまで無数の策を打っていたのはこの淡井圭介ですよ。20歳ぐらいの頃から。で、長時間労働させて、そういったことから何にも関わらないような状態、関わることができない状態にさして、作品とか見れなくなりますから。そこには良い感想とかのもう何も述べれなくなる状況が出来上がります。で、あとは気がついたら髪の毛染めてる人間ばっかりがテレビ出てた。僕のホームページでしっかりと YouTube で公開してるじゃないですか。言ってるじゃないですか。髪の毛染めてる人間はのっぺらぼうにならないでおかしいって。板倉アナウンサーどう思います？で、彼はもう別に淡井さんの方が立場上だから、僕にもう敬語なんか使ってもらわなくていいですよって。彼はフルーツラパークに働きに来た時に言ってます。で、もうこれ、板倉アナウンサー相手に向けて、ちょっと普通に喋りますね。これな、滅びるよ。あの時君も言ったじゃない。こんなままだったら滅びるって。で、会社入ってみてどう？
ちょっと高島屋と一緒に自分から率先して、もう傍聴席に来てくれたらいい。そのまま僕と同じ原告席に僕の方が呼ぶから。もしくは裁判官の方が。裁判官が呼ばんかったらその裁判官に秘密させたらいい。隠蔽しようとしてた側だから。いらないから。総理捕まってるんだから裁判官も捕まらなきゃなんない。全員同じ。これ以上淡井さんの言ってることを阻害するんだったら、全員20年近く生活保護を受けなさいって。で、そのまま働きに行きなさいって。そして世の中のこと見えてくるから。ドイツもこいつも建築業界、無駄なことばっかりしてるなと。全然勉強せえへんなと。淡井圭介さんの言ってること、全然ホームページあれだけいろんなこと。あれ検索ワードとか探すの大変なんですよ。動画探し当てるのに。アクセスできるようにしてるじゃないですか。なぜそれ見て勉強しようとしないんです？どれだけの電気代使ってきたと思ってるんです？あと時間。阪神淡路大震災の家屋倒壊した人間を犠牲にして、なんで世の中成り立つようになってるんです？今まで散々買ってきたところが頭なんか差し出さなきゃならないって言ってるじゃないですか。最下位どこの球団がならなきゃならないか、読売ジャイアンツって言われてるんだから読売ジャイアンツは絶対ならなきゃならない。第三者の国がそれを判定して、その通りにコンピューターが動かなきゃならない。試合中に頭なんか取られて。その状態を見たときに、ああいうふうな状態が淡井さんの状態だったんだなって。それでも淡井さん自分から率先して、頑張って頭の中渡そうとして、世界ランキングを上げてきたんだなって、日本人選手もって。それを理解してもらわなかったら、情報を嘘を伝えられてた時期がありましたから、僕の名前をテレビで、ある程度名前出したらいいって言いましたよ。本当のこと話してくれるんだったらっていうことで。本当のことの話なんかほとんどしないじゃない。淡井圭介が絡まれる方向で、淡井圭介のことを、遠回しに今度は名前出さないようにして、淡井圭介がその辺で絡まれて、で怒らせて、で精神病院に入院させてしまえっていう考え方で物言った人間、何人いたと思ったのね、テレビ出演者で。全員20年間生活保護や。消費税下がるよ。世の中の万単位の人間がその方法で生きていくしかなくなるから。で、それはそれで、社会全体にどれだけ無駄があるかっていうところ、本当にちょっと自分の家の前にちゃんと歩いてみようって。どれぐらいおかしくなってるか、ちょっとちゃんと自分で理解しようって。そういうふうになります。テレビ局の人たちに、その淡井圭介の提案で作った番組に関して、お金の支払いを求める裁判を今行おうとしますけども、そこで同志を集めて、その髪の毛染めてる人間を認めるような人間はいりません。無理ですから。余計なものを作る社会が永遠に続きますから。今途中からも板倉アナウンサーに向けて言ってる言葉ではなくなっています。全テレビ局の出演者の人間です。あ、なんかまた余計な大きな声で、原山整骨院の方で大声で話してる、鬱陶しいやつが来てる。あのね、裁判官の人たちに求めたいんですけども、本当に。あんなにめちゃくちゃなことしてくる人間、大声出してきて、喧嘩打ってくること。一発ぐらい殴ってもいいでしょ。で、治療費とかこっちは一切持たない。君たちが悪いって。淡井さんにあれだけ喧嘩売りに行ったんだからって。20何年間ですよ。その辺でも喧嘩売ってきてるから、買い物行った時とか。ああいう奴らはね、昔の方法の方が早いと思います。学校教育でも、僕らはね、宿題とかで漢字、例えば100文字だとか、
200文字だとか、確か100文字だったと思うんですけども、書いたりだとか作文とかいろいろあるじゃないですか。それ提出しなかったら欠番棒って言って、竹のもうしっかり加工して硬くしたやつ、細いですよ、細いですけども、それでお尻をね、鏡台の上にこう手つかいついて、でそこへお尻を先生がバシーンって一つの宿題忘れに関して一発っていうことで、二つ忘れたら二発叩くんですよ。で他にもいじめとかあったりだとか、そういうことしたらみんなの前に言われて、でものすごい痛いですよ。どれぐらい威力かっていうと、あんまり痛いから、もうこれどうせバレるんですけども、僕じゃないですよ、ちょっと潔の悪いものがね、下敷きをねズボンの中に入れて、まあ、叩かれたと。割れてるんですよ。ね、げんこつもあれ本当は頭部の方が骨が硬いから、人間指の関節の方が弱いんです。剣だこ作ってるような、日々サンドバッグを殴って剣だこを作ってる人とかだったら、その部分とかでげんこつを落とせばあんまり自分の拳痛くないですけども、げんこつを落として一回この辺の、その辺の石とかコンクリートの床とか軽くでいい、軽くでいいですから、もうみんなももう殴らなくても分かるでしょ、自分の指が痛いことぐらい。痛いですよ、げんこつする方も指が。ヘラ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 してるのすぐ笑い始めて、楽しい楽しそうに大きな声で挨拶と見せかけて挑発行為してくるの、いいんです、ルール法律だから、正当防衛、民法720条丸102、昔の暴走族の取り締まり見たことあります？一般人の人たち、法律名教えてあげて、蹴ってオートバイ倒しますよ。まあ、もともとその格闘技とかの心得がある人だと思うんですけども、まあ、制服か、警察官の制服着てないだけで、その警察官、元警察官だとか、そういうふうな人たちが、まあ、蹴り倒して、それぐらいしなかったあいつらよ、いつまでたっても調子乗ってバイク降りないでしょ、降らないでしょ、潔悪いから。自分たちが悪いことをしてるっていうことを認めないっていう、ものすごく卑劣な行為で。ものすごくかっこ悪い行為で、根性まるでないやんって。お前ら集団でおるから気が大きくなるんやろって、一人で名前と住所と電話番号公開してみろよって、自分がどんなことしてきたかって、第二次世界大戦どんな戦争だったかちょっとよく見てみろよって、特攻服あれなんやねんって、お前今すぐ特攻行ってこいよって、特攻服来たんやろ、早く特攻行けよ、死者を冒涜しすぎやねん。上からの命令無理やりやらされとんねん。で、改造マフラーの車いちいち春山整骨院に来るあれなんやねん。はっきり言うぞ。富裕層の息子とかや。息子とか娘とかや。それか老人や。今まで賃金の不払いしてきた人間じゃなかったら高級車なんか買われへん。一般の正社員も同じやぞ。人材派遣会社の人を扱っている以上、退職金払ってあげたか、自社の人間で。正社員やぞ、君たちが責任持たなあかんねんぞ。主任や主査でも課長でもなかったとしてもや、頭下げなあかんのはどちらか分かってるやろ。法律分かっていたら。部長で髪の毛染めてる人間、この間桃源郷で数年前に働きましたけど、コロナウイルスの時に。女性の部長が髪の毛ヤンキー化してるやん。で
だったら髪の毛染めてるものだから髪の毛染めてる人間かき集めてきて仕事しよう。いらん足根まといや。先輩風吹かせて淡い圭介に余計なことばっかり言うよ。足引っ張りよ。もう途中で言うだったよ。もうそっちが黙っとったらこっちがもう余裕でできてるからって。黙りよったよ。ちゃんと目の前に見せたよ。余裕でできてるところ、お前ら足引っ張りすぎやねんって。違法行為しそうやつ混ぜんな仕事場に。大きすぎんねん違法行為が。髪の毛染めるっていう方法が増やすからや。見た目ではっきり分かるから。法律で言うと、会社法で言うと、法人格として会社は認められてる。会社で働くっていうことは、法律を理解してますっていうことなの。法律守りますっていうことなの。身だしなみに関する法律は、国家公務員や公務員だけじゃないんです。義務教育で全員受けてきたはずです。髪の毛染めちゃダメよって。今までそれで判例の裁判所の判例がある以上、染めた時点で本当は即逮捕。そんなこと本当にしたら、今度は警察官の方からしたら、何人捕まえなきゃならないか分かんないから放置してた。簡単。髪の毛染めるようなことをしている美容院の連中徹底的に捕まえたらええ。金払わせたらええ。そこで精神病院連れて行ったらあかん。精神病院の医者してる人間は元警察官って知ってるから。一番最悪なパターン。韓国の大統領、イ・ミョンバクさん。宝塚サナビューに現れて白衣着て。この平気で違法行為を悪いことをすればするほど出世してできてしまうこの社会、一体何なんです。でその後の反省は全然ない。そんな職業自分から絶対しないよっていう根性はない。もう一度言いますよ。最低賃金上げるのに、雇用助成金以外に、最大600万円の支給。それ税金。他にもあるでしょ。政府からお金回ってくるの。労働力として出してる部分とかもあるでしょ。いらない。万博とか開かなかったら、余計な高速道路作らなかったら、明石海峡と鳴門海峡と高速道路で1兆円超え、1兆1千何百億円。それプラス、淡路花博、300億円。で、さらにそこで余計な経費。簡単。阪神淡路大震災の被災者の人たちに半額ぐらいで家作ってあげたらよかった。ある一定の年齢まで来たら、もう家のローン、家なんか購入したってローンなんで返済なんか絶対できないんです。どうでもいいようなことばっかりしてるのが政治家なんですよ。全員とは言いませんよ。誰なの？これ世界中への大統領とか首脳とかに言ってんの。誰なの？淡井圭介は万博消せって言ってんのに消さないの。言ってるじゃない。生活保護者の方が上だって。ここまでいろんなことしてる人間の前では大統領の方が頭下げなきゃなんないって。王族とかも同じや。第一次世界大戦、第二次世界大戦、政府上層部の人間の指示で行わせとん。どこの国も全員アウトや。その家系の末裔が今でも政府上層部や。これその人たち憎しで言ってるんじゃなくて、ほったらかしにしすぎ。誰かが何とかしてくれるの考え方もういらんから。じいさんばあさん、70歳以上の議員全員やめろ。全力で謝罪せ。こんな年まで議員させて いただきまして本当に誠に申し訳ございませんでしたって。知事でも一覧表で見た。65歳以上の人間はなぜこんなにたくさん存在すんねん。で、なんで大きな家に住んどんねん。
横領事件の金額が大きすぎる。でそれに対して淡井圭介は犯行の意思を見せたから精神病院とかに入院させていた。春山整骨院っていうものを作って、そこで淡井圭介が強制わいせつとかされたのを淡井圭介がさせたような形にして、警察官の中に潜り込んでた人間が淡井圭介からの強制わいせつ事件の被害届を出しに行ったら、それ受け付けないで、今度はそいつが春山整骨院に働きに来と。流刑や、そんなバカなやつ。警察官のことや、刑事課の人間や。そいつらすぐに精神病院に連れて行きたがる。精神病院知り合い何人おんねん。元友達だった人間とか。友達っていうのは本当に仲良くなっていっぱい遊んだことのある関係だけ。それ以外同級生、厄介なやつはいっぱいいるよ。僕もいじめられた方だから、中学生の頃とか。でそいつは、そいつが出てくる言葉を聞いていたら、格闘技とか暴力団の映画、仁義なき戦いとか、そういうのばっかり見てたみたい。だからそういう人間になる。背丈が1番か2番目に大きくて、ウエイトが一番重たい人間、学年で。もういじめばっかりしよう。すぐに暴力で、相手のことを虐げようとしようってた、中学生の頃。同じ野球部、トスバッティングの時なんか、トスした時に思いっきり踏み込んできて流し打ちで僕の顔面直撃で、それで僕はこういう風に当たったところを押さえていて、相手の方を見ていた。それは何すんねんぐらい思いますよね。だけども怖くて口にできない。だけどもじっと見ていた。そしたらそいつは金属バットで僕を殴ろうとしてきた。一応踏みとどまったみたいですけども、多分他の人間が止めたんだと思いますけども、もう覚えてないですけども、もっと他にもむちゃくちゃな内容いっぱいやられました。そんなやつが名前出されたぐらいでこの辺現れよ。来んなよ。男だったら来んなよ。反省してるんだったら来るなよ。こっちも人間や。今度は淡井圭介怒らせて、お前淡井圭介に精神病院行きにさせようとしてるやろ、っていう風にしか受け止められへん。誰と組んどってんって。裁判所出てこいって。お前春山整骨院に出会いしとったんかって。はっきり言うよ。ソフトバンクの川崎宗則も、松田っていうやつも、淡井圭介と一緒に働きに来て、淡井圭介より年下やのに、敬語使わんかった時、何回かあったやろ。で、警察官として有馬警察署に現れて、敬語なしで話しかけてくるやろ。ふざけんなよ。警察官に対しても侮辱行為で逮捕できる。こっちも逮捕できんねん。侮辱行為で。そいつら警察官を。一般人にもその逮捕権を持っとんねん。刑事訴訟を見てみろ。制服着てる警察官やんの。後やわ。引き渡しや。だから、警察官の人でもよく分かってる人は、聞いてくる。ちゃんと善意ある人は。まずちょっと話聞くわと。で、相手どれぐらい上の人の方って。これが昔からの淡井圭介の世界。住んでる世界。もう関わるな。関わろうとすんな。実力なかったら切り抜けられんか。そこ勇気もいる。まがい物の警察官めちゃくちゃいるよ。証拠は各地で自分で保管や。で裁判所は第三者が見に来るから平等性があんねん。裁判官も行政や。裏切り者何人いるかわからんよ。
自分だけの金稼ぎで裁判所で働いてる人間、髪の毛の色見たら分かるやん、違法者側だって。そいつら色業界側や。これ今の口調である程度の音量で声で言いましたけども、これでデッドボールと発生してる時点でアメリカのメジャーリーガーの人たちもこの無茶苦茶な電波による科学の統治絶対おかしい、法のもとに平等じゃないって、アメリカは自由の国だったはずだって、奴隷解放側が勝利したのが南北戦争だって言わなきゃなんない。白人側がどうのこうのとかじゃない、コンピューター業界、その人たちですら手に負えない状況が出来上がってるのかもしれない。どう考えてもコンピューターの能力高い。数ギガバイトっていうものは容量で、動画でもそうですけども、文字に換算すると、何十万文字で収まらない。もちろん、1ギガバイトと10ギガバイトは全然違いますけども、100万文字を超える。それだけの文字を扱えたら簡単に人間を操れます。一人や二人じゃない、とんでもない量。アホなコンピューターが間違ってたらエネルギーの残存の問題解決できない。コンピューターがアホだから淡井圭介から頭の中取ったりする。ドーム側の負けや。アメリカだろうと、どこの球団だろうと。エアコン使用してまで、世界中飛び回って、スポーツで金稼ぎさせてくれ。すいませんね、僕も野球大好きですよ。メジャーリーグとかでも好きな選手いっぱいいますよ。けどこれね、ファンの方から言った方が効くんですよ。それでも動画逃げないで、逃げます？それ教えたでしょ。相手バッターから逃げたピッチャーなんて負けるって。そんな試合今までみんなたくさん見てきたでしょ、経験してきたでしょ。これ多分ね、エネルギーの残存量もないから全員逃げたらダメだからですよ。スポーツ選手のことを言ってるんじゃないんですよ。生きてる人全員、飲食店でも同じ。人口これだけ少子化が続いてるのに、マクドナルドの近くにマクドナルドの店作ってんの、おバカさんだから。じゃあ元々あったマクドナルドの店どうなってるかって言ったら、19時台でもガラガラ。人口減っていってんのに飲食店さらに作る必要なんか全くない。服屋さんも靴屋さんも同じ。もともとあるところ、今あるところが残っていればそれでいい。それでも売り上げが足らなくて合併していくしかない。精神病院に入院させて隠蔽するっていうこの体制、警察官は全員相手に向かって笑って話したらダメ。敬語しか使っちゃダメ。自分たちの方が悪いことをしてきた組織なんだから。建築業界とも今度、国会議員だった人間が元建築業界の社長とか混ざっと、裁判官とかも混ざっと、弁護士とかも。今までは弁護士さんとか裁判官の人を信用できる良い人だというような形で言ってましたけども、去年棄却された時点で裁判官にはもはや信用はできません。そういう姿勢で対応しなかったら絶対エネルギーの残存問題永久に解決できませんよ。ただごくわずか裁判所に働きに来た人で、普段は違う場所で働いている人だと思います。
自分の方からはっきりと言ってます、真面目な顔で。棄却した場合、それだったら裁判所が悪いって、その人は政府です。僕が言ってる裁判所が悪いって、高級得る資格ないよ、当たり前やん。なんで訴訟費用取らなあかんねん、民間人から。悪いことしてきたのは行政や。今給料下げるなんか言ってんぞ。訴訟費用と収入印紙の世界早なくせ、無駄が多すぎる。法律でそうなってるとかどうでもええねん、法の悪用や。法律作ってきた国会議員の訴えられんようにするためや。なんで悪いことしてきた一族は高級得れんねん。当たり前のことぐらい当たり前にせえ。今までその常識あるかないかで精神病院にさせとったんやろ。訴訟費用とか収入印紙払わせてる時点で、裁判官と裁判所で働いてる人間が本当は全員、君たちの考え方だったら精神病院入院させられる立場や。気づけ、自分たちの知ることに。六法全書見てたら頭の中おかしくなる、変になる。なぜか矛盾が多すぎる。敬語を使わなかっただけで買ってきた球団世の中いくらおんねん。それ奴隷制度やぞ。読売ジャイアンツとか解説席に座ってるやつらだとか、敬語を使えば勝ちでもない、普通、何にも起きない。敬語だろうが敬語じゃなくても、それが普通の世界だけども、敬語なしで喧嘩を打ってくる人間、特に集団で、それはもうそいつらの方が絶対的に悪い。その行動をする前に先にコンピューターがそいつらから頭の中取れ。で、こちらが勝たなきゃならないっていう球団に頭の中回し上げろ。行政がそれを阻害するな。裁判所の裁判官の文章は命令口調や。命令で第二次世界大戦も第一次世界大戦も行政が差しと、民間人が行政に向かって命令口調で言っていいに決まってるやろ。今まで命令口調を使ってきた行政、その一族、そのトータル量、エシュランで本当はプラスマイナスで計算できるやろ。生活保護係の公務員の人間もなんで敬語で喋られへんねん。もうここまでひどい目に遭わされてきた淡井圭介さんに対してだけは、行政の人間として絶対敬語使わなきゃならないっていう腹のくくり方が全然見えない、感じられない、実際してない、行動まで至った負けや。年金事務所の人でずっと敬語で悩みながら話してきた人、僕の難しい質問、別に意地悪とかで言ってるんじゃない、悩まそうとして言ってるんじゃない、多分僕こう思うんですけど、これどう思われますかと一緒に悩んでくれた、そのものは多分同じ塾で勉強したものだと思います。だけども、最初から最後まで敬語貫き通しましたよ。誰が根性あると思います？
いち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 あれが間違ってる、これが間違ってる、変なものの受け止め方をして、いちいち誰が僕の皮膚取ってるんです、ほっぺたの肉両方とも同じで、皇族の人たちの顔の変わり方とかはコンピューターグラフィックの可能性とかも高い。コロ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 変わりすぎてる。実際睡眠時間1日何時間寝たかどうかごまかされる。僕は昨日の晩睡眠薬込みで6時間、夜中に無理やり起こされますから。警察に通報してる内容とか聞いたら分かります。起こしに来る連中もいるからどうしようもない。あとコンビニエンスストア夜中に開けんなって言ってる。ここの住宅の上の方に住んでる人間が早朝出勤しよう、明け方とか4時ぐらいに階段を降りていこうと、うるさい、向こうから降りていけばいい。そいつ組んでんじゃないの。はっきり言うよ、コンビニエンスストアでエロ業界の雑誌置いとったやろ昔。あれなくしたの、ハワイケースからの指示でや。その時点で得点何万点あるか分からへんよ。もう何でもええからホームページでハワイケースの出来の7月20日から7月10日までに記載してる内容と指定してる曲ちゃんと聞け。こっちの言ってる内容聞いてからや。動画先に、僕の動画は先や。閲覧者数が少ない時点で逃げてるとかしか思えん。これは指示や、強制じゃない。どういう意味で言ってるかって言ったら、見なくていいって言ってるんじゃない。見なかったっていうことはイコール社会人として責任を持たないっていうスタンスの生き方で、どの職業も雇えないっていう立場の人間や。違う、パドレスが勝てばいい。で、淡いケースがそれで睡眠不足にさせられる理由にはならない。今まで買ってきたところが睡眠不足になったらいい。平等不平等、そいつらの息子は出とうやろ。結果出してきた人間の一族の三親等以内の請求や。民法である。こっちも睡眠不足や。オリンピック、こっちももちゃな時間に起こされたら試合取り組まないよ。勝ち負け、河川水門開始山発電とか作る方が上や。順序がめちゃくちゃ、オリンピックしてる金あったら河川水門開始山発電作っといたらよかったんや。なんでここまでせなあかんねん。自分がここまで睡眠時間削ってなんとか買ってきて、その中のたったわずかな 2.5% のお金をかき集めて河川水門開始山発電に全部そのお金回すって言っとうねんぞ。慈善事業や、こんな状態。ただし電気の売電は 2.5% は絶対いただく。そこも、じゃあそのお金で作った場合は、うん、そこの売電の金額は全部こちらの懐に入る。だけどもそれは何か事故とか発生したり、メンテナンス費用とか用意しておかなきゃなんない。パーツ交換だとか、お金持てないと無理。倒産して国に会社を持っていかれる。訴訟費用の救助申請、今回のこの裁判通ってないのよ。はっきり言うよ、裁判進まなかったら、途中でおかしな裁判官出てきたら世の中滅ぶ。もうそいつ捕まえろ。永久投獄で終身刑や、当たり前や。何回も言う、裁判官全員灰色の保衛服に変えろ。黒木等がおかしな行動につながっとうねん。民間人の方が上だって言ってるやろ。
コロナウイルスすら止めんかって、未だにコロナウイルスで金稼ぎしと医療機関の人間の話にしと、お前らのその体制がむちゃくちゃやねん。君たちは文句を何回でも言われなきゃならない立場なんだよ。それで辞めたかったら辞めたらいい。職業選択の自由ぐらいある。で、金が欲しくなった時に働きに行ったらええ。で、民間っていうところがどういうところか、それでよくわかるよ。以上です。皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定と、淡井さんの動画本当に見た方がいいよって、広めなさいよ。国家公務員、公務員、大企業の人間が。阪神・淡路大震災の家屋全壊者の人間利用して、お前ら一体どこまで金稼ぎしてきてん。ふざけるなって言ってるんだよ。ふざけてるんだよ。勤務中にヘラ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 笑って。態度でも、得てる金額でも、ふざけてるんだよ、それは。あんまりけどこれ神戸市民に言いたくないんだよ。みんな被災してるから、みんな絶対お金なんかあるわけないんだよ。三振等以内の請求があるから。これが被災地の、これは世界中に向けての最後のメッセージ。今まで言ってきた内容を聞いてもらったら分かります。被災地で何が起きているか。何年も経過しても、こういう状態が続きます。結局していることは、組織化した人間の横領事件がカッチッってなってしまっているのがこの世の中の実態。NE の残存問題、真面目に取り込んでる人間、この辺で見たことある人いない。建築業界は未だに横暴な行為をしてる。お取り上げや、高速道路。車もお取り上げや。それでみんな電車バスの方に切り替えよう。本当にそれせなあかん。物流道のこうの、いらんよ。車がほとんど夜中走らんようになったら、一般道でも現場に灰をつけるよ。スピード違反せえって言ってるんじゃない。信号待ちがあんまり時間かからなくなる。エネルギー効率も良くなる。以上です。